の時だから喋ってくんね。必ずもう一人ありがとうございます。ねねと後ろで。可愛い。そう二十歳。ねとか横で言われジュース買いました。ジュース買いましたよ。じゃんじゃじゃん。出してる。いろいろそうな。開けるべきだった。ミスった。片手で開けられ。お酒弱いと思うんで。控えた。ちょっとやってもらうと思うんで。それってさ、なんか炭酸系なの？切られへんやないかい。何も炭酸じゃない。おいおい。そう、今日舞ちゃんいないんですよね。すいません。実感全然ないです。美味しい。やばい。20年も生きてる時間ないし。本当にやばいっすよ。美味しい。美味しい。最初のお酒は何を飲みたい？美味しい。甘いやつ。甘いやつ。チューハイとか。甘いやつ。食べるけど飲んで。やばいんですよ、私。なんもやばくない。19歳って言っててってなった。よく言われます。うんちゅう。やばい。明日公演ですよね。だから今日も公演なんですけどね。明日ぜひチーム B2 来てください。もう月曜日なんですけどね、平日やねんけど、ぜひね、お仕事終わりだったり、ぜひ私にビツに会いに来てください。ぜひ。今日は珍しく前髪がなぜかまっすぐです。明日ぜひ来てください。そう、今日も補正さんしました。ぜひ。大学なかったら汗を売ってた。大丈夫、大学終わった後でもおいで。だよね、だよね、みんな。ま、ショールーム中に置いてんの？もう、ハーフィーなんて絶対ショールーム出すやばいよ。天井しか見えてないよ。すいません。おもろい。開けました。大丈夫です。ゆいなちゃんとの誕生日プレゼントもらったよ。嬉しすぎ、嬉しすぎます。見てくれてかわからへんけど、みんなにタンプレもらえたら、それもらって嬉しいですよ。まだ真っ赤かな、ちょっと。私らもまだ知らなくて。21日にね、誰が出てくれるの？チーム M さんにね、またゲストにさせていただくので、楽しみです。マジで頑張りたいと思います。あとちょっと練習をね、しないと。明日ね、とりあえず今日はこの公演に集中するじゃない。で、明日練習、明後日練習で。おお、何これ、ミラーボール。ピオラレイさん、ピオラさん、ありがとうございます。ピオラって言うなやん。そう、やっぱね、お仕事終わりやとね、みんなね、思い当たる人は何人かいるよね。でも頑張る。みんなは誰だと思ってました。誰だと思いました。はじき公演になったら嬉しいです。お母さんは、今日ね、お母さん若菜が昼夜公演って知らなかったらしくて、朝若菜が起きてきたらどっか行こうって聞いてくれたんですけど、行けないの、ごめんね。お母さんだから今日はいとこと、4歳のいとこと遊びに行ってます。ほんまにいた、どうしよう。うん。わわわわ、甘い甘い。夜もね、いっぱい褒められて。ありがとう。何これ、甘い。可愛い猫じゃん。若菜がパン食べてないことを知ってて、それか。シンシンさんは全然思い浮かばなかったですね。私は行って、これ服着てるんですよ。全然喋れてないしね。靴に入ってくださってたの。夜も頑張る。もう言うたら前は絶対話しかけるって決めてるんですけど、もうなんて話しかけようか、脳内で集中したいと思います。夜とりあえず名前を挙げてくださってありがとうございますとか、入りの写真まで持っていくのをお願いしてます。足パンパンでね、ミリキュッと履き忘れたせいで、明日は絶対ミリキュッと履く。尊敬とかいろいろあるけど、今の私は誰なんか、尊敬する先輩は
マジでずっと阿部淳さんなんですけど、でもさ、阿部淳さんは1年ぶりに出演なんですよ。先生みたいな感じなんですよ。もういろんなすごすぎて、いや、シンシンさんもすごくなりきってるわけじゃないんですけど、なんていうんですか、もう先生みたいな感じなんですけど、シンシンさんはなんていう人もタイプなんですよ。顔も皆さん、ぜひチーム M さんのね、アンチの生誕祭なので、ぜひユニットもぜひ何に出るかなって注目しててください。キューキーにイラストでいじられてましたね。めちゃめちゃいじられてましたね。やった。そうなん、カクさんいつも絶対ピンクの箱のお弁当で唐揚げばかりなんですよ。唐揚げ好きやと思われてるんじゃん。そうなんです。もう唐揚げ揚げるのにずっと唐揚げばかり。ローストビーフとかあったよね。そうなんですよ。やっぱ先輩は違うな。ちゃう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 、関係ないからな。おもろい。めっちゃ可愛い。ウノピー、今日はウノピーとアンノさんが初日やったんですよ、この公演の。可愛いわ。めっちゃ可愛い。初期は唐揚げキャラでしたね。いや、今も唐揚げ好きですよ。めっちゃ好きですよ。まあ、言うたかて思って言うてないだけで。切ると同時に面白い。え、何時から始めてたっけ、わかな。メイクもしなあかん。27分出すと今は 32? 違う、42か。42分になったらランキング2か。ローアンはあれなんですよ、あのキュッと同じでした。ありがとう。あと8分、頑張る。びっくりした。明日はお昼夜じゃないから。秋葉原さん、めちゃかった、ありがとうございます。15分だったら終わりますね。めっちゃ壁押しちゃってた。え、今日天むすでした。天むす美味しい。髪の毛何しようかな、何しようかな。髪の毛夜、明日の髪の毛もどうしようかな、悩むな。ヒルールの間はご飯食べて配信したりして、メイク直して着替えたらもう夜公演始まります。嬉しい。アミタン、昨日シンポジで頑張ったんです。今日の南原ちゃんは9期生の二瓶まなみちゃんと青原若ちゃん、若ちゃんでした。ありがてー。そう、ゆきの好きなエビ天でした。うんうん、頑張ってください。9期生頑張ってます。から公式動画、アーノさんと、アーノさんと私、同い年なんです。え、同い年です。どっちが上に見えますか。ほのぴー。え、ほんまですか。うん、びっくり、大人っぽい。そうなんだ。へえ。夜の髪の毛決めてない。何しようかな。この靴ね、チャックあるんですよ。頑張るわよ。あれ誰だったの。でもチーム M さん出るのマジで嬉しい。今日誰だったの。誰やったの。私があれ仕事を決めてくる。うん、決めてくる。リンゴとかにしよっかな。どない、みんな。前髪重かったね。前髪重いのもなりました。怖いの初日からやってこれです。これなんかもう違和感あるんですか。ほうほう。あのメイク直し
チーム M で難しい曲全部嘘嘘ユキの、いやでもマジむずいんですけど、なぜ僕は立ち上がるのか、なぜ僕たちは立ち上がるのか、なぜ僕は立ち上がるのか、なぜ僕たちは立ち上がるのか、僕はで合ってた、ごめんなさい、これこの前も間違えたな、なんかで、あの 裏で普通に話してるときに頑張ろう、いやめっちゃ不安、 M さん何も不安なことないのに、なんか何が不安やろう、なんかあの先輩方のパフォーマンスがすごいからもっとやらないとなってなりますね。 M さんは先輩メンバーが多いので、バラエティ公演はドラさんさんとかロッキセイさんとか割と規制があんまり離れてない先輩方が多いんですけど、それでもめっちゃ緊張するんですけど、 M さんはご規制さんからうわずらずらに規制さんもいらっしゃっていっぱい人がいるので、頑張るわね、やばい、早く練習しないと、練習したやつ私すぐ忘れちゃうんですよ、やばい、何分だ今、何分あれっけ、42か、でもうめちゃめちゃ頑張るわよ。アンジュもパフォーマンスすごいですね。そんなアンジュの生誕祭なのでね。アンちゃん。ね、M さんの衣装かわいいですね。トランプとかダマスクとか。あるし、あとアンコールの T シャツもめっちゃ可愛いし、 N さんの衣装も好き、ストライプのやつね、やばい、足の裏ちょっとマッサージしとこう、めっちゃ痛い、よし頑張りますね、やばい、でもね、その21の M 公演が終わったら皮膚科に行くので頑張りたいと思います。皮膚科ね、予約しな、次の予約入れてくださいねって前回言われて、ちょっとまだ予定が分からないので予定が分かりしたいって言ってから1回も予約の電話を入れてなくて、やばい、行かないといけないのにあとマイナンバーカードを取りに行かないといけないのに行ってない、やばい、そう、皮膚科のために21日まで頑張ります。あとはそうね、コンビニで最近コンビニのカットリンゴ分かります、なんか一口大にカットされてるリンゴあるんですけど、あれ美味しくて、最近公演前とかなんかお仕事前のなんかフルーツ食べときたいなと思った時に食べてるんですよね。フルーツが意味あるのか分かんないんですけど、なんか昔からフルーツ大事って教えられてきたのでね。はい、ランキング読みします。13よしみさん、ありがとうございます。12こうやさん、ありがとうございます。11しゅんたさん、ありがとうございます。10くるみちゃん、ありがとうございます。9位ますおさん、ありがとうございます。7位、え、ごめん、違う、8位すぎぞうさん、ありがとうございます、ごめんね。7位たいちょうさん、ありがとうございます。6位れい、アットマークピオラーさん、ありがとうございます。5位たかゆきさん、ありがとうございます。4位ちゃたろうさん、ありがとうございます。3位ブッキーさん、ありがとうございます。2位松アットマーク香港さん、
ありがとうございます、1位ゆりこじちゃんです。ありがとうございます。感謝ありがとうに。夜も頑張るよ。バイバイ。頑張るね。ちなみに明日はチーム B2 公演、私も出演させていただきますので、皆さんぜひこぞって来てください。